はい、皆さんこんにちは、こんばんはかな、ケイジです。今日は、プレイヤーイベントの告知になります。で、前から話してた通り、明日10月12日に、プレイヤーイベントを行います。で、どういった内容なのか、詳しい内容は当日話すんですけども、とりあえず今話せる内容のこと、あと条件とか、を説明していきたいと思いますんで、まずこちらをご覧ください。はい、ドラゴンクエスト10プレイヤーイベント告知ということで、日時は、ちょっとスマホで見てるとかいう場合は字がちっちゃいかもしれないですけど、日時は10月12日明日ですね、金曜日、21時、夜21時からですね。で、夜9時からで、そんな時間かかるもんじゃないので、22時頃、夜10時頃には終わると思います。僕も何も初めてなので、その辺には終わるんじゃないかと思ってます。で、内容の方は当日説明します。説明時間は15分ぐらいかかるかな、10分15分ぐらいで説明は終わると思うんで、そんな感じです。で、説明場所は、メギストレス酒場入り口横サーバー22となってます。僕の生放送でいつも開始の時とか終了の時とか、いつもいる場所ですね、そこになります。場所は今、場所はここです。ここです。ここ今メギストレスの、都の酒場の入り口のそこ酒場、後ろ酒場なんですけども、酒場で、こっちには日替わり討伐があったりとかするここですね。で、向こうには宿屋が見えてます。で、ここですね。ここで、ここに集合しなくても大丈夫です。集合しなくてもいいですけど、ここで説明します。はい。で、なぜ集合しなくていいかはまた今から説明するんですけど、まず、サーバー22ってことね。で、まず賞金の方が、1位が1000万ゴールド、2位が500万ゴールド、3位が100万ゴールドとなってます。で、イベントは続けて2回ありますので、賞金数、1回の賞金総額は1600万なんですけども、2回なので、総額3200万ゴールドとなります。で、賞金ゴールドはもうその場で渡しますんで、はい、1等の1杯、2等の1杯みたいな感じで、1回目が終わった時点で渡しますし、で、2回目入賞した方は2回目が終わった時点で渡しますし、で、参加賞とかはないです。特に、はい、ないです。はい、何人来るか分かんないし、そこまで面倒を見るのが面倒なので、はい、はい、ごめんなさい。本当1等2等3位3等の、はい、1位2位3位の方までとなっております。はい、続いて条件とかはこちら、はい、参加条件の方、また字ちっちゃいかもしれないけどごめんなさい、僕とフレンドのキャラのみですね、参加できるのは、もうこのプクリポの刑事キャラとフレンドの方のみです。ただ今現時点でフレンドになってない方もいらっしゃると思うので、明日10月12日いわゆる開催当日ですね、開催当日の21時までは申請可能です。フレンド申請可能です。キャラ ID は SL074423 となっております。SL074423 となっておりますので、参加したい方は、参加したい方でフレンドになってない方は、申請していただければと思います。あと、アストルティア全土に移動可能な方、要するにバージョン1のエリアですね、バージョン1のエリア、アストルティア全土に移動ができる方で、移動はやろうと思えばできると思うんですけども、時間がかかっちゃうとそれなりに不利になってしまうので、その下に書いてあるようにバージョン2から4、バージョン2、3、4のエリアには行かないんですけど、バシッコを使用できると有利かもしれないです。はい、バシッコというのは、僕の後ろ向こうにバシッコ、バシッコバンリーちゃんがいるんですけども、ここのバシッコ、この人ね、この人使うと、ドアチャカ大陸こういうところにね行ったことあるところならね、こうやってアストルティアいろんなところに行けるので、
バシッコバンリーちゃんじゃなくてこの子はランリーちゃんか。あとあのバシッコバンリーちゃんはあのレンドア南釣り同士のところにいると思うので、まあ、バンリーちゃんランリーちゃんが使えると便利有利かもです。はい、まあ、ルーラストーンで使えるとルーラストーンもいいんですけど、ルーラストーンアストルティア全土ルーラストーン登録してる人っていないと思うので、バシッコ使えると便利かもです。あと、その下3番目、条件の3番目、肉入りパーティー禁止です。まあ、あの、肉入りパーティーですと、パーティーのルーラストーン使えたりとか、まあ、いろんな面があるので、一応そこまでなんか規制する必要もないのかなと思ったんですけど、でも一応禁止にさせていただきます。ソロで参加してください。はい。で、そこを、で、実際、その場に目の前にキャラがいればその人はパーティー組んでるのか、それが肉入りなのか肉入りじゃないのかっていうのは、確認できると思うんですけども、まあ、離れてる場所だと離れてる場所だと確認できないので、なので、フレンドになってもらってフレンドのリストでそれを確認したいっていうのもあるので、フレンドになってもらいたいというのはそういう意味でもあります。で、ソロでだからソロで参加してほしい。で、ただ酒場サポは可能です。まあ、NPC キャラはあのサポで雇っても大丈夫です。むしろ雇っておいた方がいいかもです。フィールドでモンスターとバトルになったりとかするとね、はい、あれなので、フィールド上でモンスターとバトルになってしまったりとかしたらあれなので、まあ、雇っておいた方がいいかもです。はい、あと、あ、そうですね。で、肉入りという意味、肉入りというのはあの実際のプレイヤーっていうことですね。実際の、操作しているプレイヤーさんがプレイヤーさんとのパーティーが禁止ということです。はい、でその他として、事前に僕とフレンドになっていれば、途中からの参加も大丈夫です。21時から開催するんですけど、21時に、いなかったで実際で今からスタートってなった時に、いなかったけども途中からも参加できるようなやつなので、でもちろん1回目に参加できなかったら2回目でもできますし、はい、で1回目だけ参加するとかも大丈夫ですし、はい、まあ、その辺は自由な感じになってます。はい、ね、自由な感じでできるようなイベントになってます。で、僕のリアル仕事の都合などで日時変更になった場合はツイッターにてお知らせしますので、その辺はツイッターのチェックをお願いします。はい、21時、まあ、多分大丈夫だ、十中八九大丈夫だとは思うんですけど、明日は万が一遅れた場合はツイッターにてお知らせします。で、イベント終了後はいつもの生放送的な感じで遊びますんで、そちらの方もよかったらご参加いただければと思います。はい、で、まあ、このプレイヤーイベント自体が、まあ、もう一回出してきますね。プレイヤーイベント自体が僕が8月に今年の8月に、YouTube 開設3周年になったんですけども、まあ多忙だったのでプレイヤーイベントとかなかなかできなかった、まあやろうと思えばできたかもしれないですけど、優先度としてその辺ちょっと低かったのでできなかった。で、その、まあ、YouTube 開設3周年記念のイベントとなります。はい、明日、21時からご参加をよろしくお願いします。はい、ということで皆さん明日、よろしくお願いします。はい、それでは手振る。それでは皆さん明日よろしくお願いします。それではバイバイです。どうも。